で結びに変えてに入ります、最初の問題にちょっと時間が押してしまって恐縮ですけれど、まず現代 EU 経済改革への意義であります。ベルサイユ体制下の独立関係はですね、19世紀末や戦間期の自由貿易主義者たちが、論者たちが強調していたのと違って、調和的な先進国間、高校分業関係どころではなくて、農耕省の調和した国民経済の発展のための相手国経済の破壊と三色の関係だった。同時に大陸ヨーロッパの拡大経済の構築をめぐる覇権の争いの関係でもありました。西部国境地域の独立経済関係はもうその最大の象徴だったと言っていいかと思います。 EU の第二次大戦後の EU の出発点となる、1952年7月の ECSC、ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体、これもですね、ドイツの西部地域、が焦点でありました。ルールとザールの石炭鉄鋼業をですね、フランス、西ドイツ、イタリア、ベネルクスで共同管理するというのがその中身です。これに対する、では当初フランスはですね、ルールの国際化、ラインラントとザールに対する特別の地位を主張して、ドイツの工業、特にルール炭鉄業の生産制限を要求いたしました。ただ、これはですね、ベルサイユ条約の下と同じように、ドイツ経済の弱体化を狙いとしたものであります。しかしながら、フランスの財政事情も加わりまして、フランスはマーシャルプランを受け入れる、欧州復興計画を受け入れるというのの見返りで、このドイツ弱体化の要求を取り下げることにいたしますが、それでもただで転んでもただでは起きないといいますか、その代わりに強いドイツを西ヨーロッパが統制することのできるアイデアというのを提示して、まあ、それもありまして ECSC というのが出来上がったという流れであります。で、これらのコンテクストから見えてくることは、以上述べたことをきっかけとする独立和解、後には独立枢軸と言われているようなものはですね、1920年代半ば以降の独立協調と似て、双方の国益の妥協の所産であるということ、このこととですね、20年代の国際協調が30年代以降再び敵対関係に変わっているということを等を考え合わせますと、独仏関係史をですね、ロベール・フランクなどが述べておるように、旧敵関係から和解、あるいは特別のパートナーシップ関係への移行として、段階論的に捉えるのは早計でありまして、今後も変化しよるというふうに見た方がいいだろう。EU の意思決定に対する姿勢などが示すドイツの膨張的な傾向、これもシュレーダー首相、社会民主党の首班であればあるわけだから、ゴリゴリの保守派ではないわけですよね。そのシュレーダーのそういう発言と、あるいは動き等に見える動き、この動向というのは、その意味でも今後も観察する必要があるのではないだろうか。これが一つ。